どうも、ゴッドコータンです。今回はモンスタークリエイトやっていきたいと思います。このゲームはモンスターを自作して、自作したモンスターを他のプレイヤーが自作したモンスターと一緒に戦わせて勝つというゲームです。クソ面白いです。そしてガチャ券が今10枚溜まっているので、レアガチャ引いてみましょうか。これレアガチャ引くことによってね、キャラクターが出たり、あとキャラクターを作るためのパーツが出たりするわけなんですよね。できれば能力付きのパーツが欲しいところなんだよな。能力付きのパーツっていうのは、一つの同じパーツでも、例えばこの P って書いてるパーツがあるだろ？この P って書いてあるパーツは、体力が上昇したり攻撃が上昇したりとかいったプラスアルファの要素が追加されるパーツなんだよね。このパーツを入れることによってキャラクターのステータスがアップしたりします。なかなかいいのが出たと思いますよ。今回はですね、討伐というものです。討伐はですね、キャラクターを作るときに必要なパーツとか、そういったものがドロップする NPC と戦うっていう、そういったステージとなっております。相手が出してくるキャラクターは、他のプレイヤーが作った人気なキャラクター、いいね数が多いキャラクターがランダムで出るそうですよ。これにしとこう。ポチ。で、これカードが2枚あって、どっちか1つ選んでってことらしいので、1つ選びましょう。そしたら3枚選べるカードが出てきたので、3枚選びましょうか。こいつと、こいつと、こいつにしようかな。よし、これで3枚選びましたね。それでは戦っていきましょう。まあ適当にポッて出しちゃいましょうね。相手さん NPC ですから、はっきり言ってそんな強くないです。初手からモンスターとか出しちゃっても全然勝てます。相手さんなんかお城作ってるみたいですけれども、僕が作った最強のモンスターたちに比べたら、もう手も足も出ずに簡単に壊れてしまうような性能ですので、もう余裕です。ほら、もう壊れた。はい、もう余裕。あと2秒で。ああ、もう2秒経たなかったわ。僕の勝ち。GG。なんで負けたか明日までに考えといてください。これで勝つと、勝利報酬とか、落城報酬とかつってパーツがもらえるんだよね。で、このパーツがめっちゃ嬉しい。パーツを使ってモンスター新しく作ることができるわけだからね。ポチ、あ、ポチ、あ、ポチ。こちら側ね、陥没眼球四足桃色竜だっけ。こいつを出すことによって、お相手をたまに吹っ飛ばすことができます。勝ち確です。ランダムに出てきたモンスターに僕が負けるわけがないでしょ。で、この間にもお城作っておきましょう。このね、NPC との戦いで作ったお城レベルっていうのは、次の戦いにも引き継がれます。だから今のうちにお城はどん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 建築しても大丈夫なんですね。で、これ僕できるだけ強い鳥である無敵海鳥なんたら鳥っていうのを出していきたいんだけれども。まあまだ出さなくていいか。で、相手がよくわからないものを出してきたので、ゴッドコータンはめちゃくちゃよくわかるものを使って応戦していきましょうか。炎属性の相手に水属性は言う。やられちゃった。ちょっと待って。やだぞ。僕 NPC に負けたくない。倒してて。すぐでいいよ。倒してね。なんか相手強くない？なんか相手強くない？ちょっと、やだ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 。いけー！いけー！全員ぶっ倒せ！殺せ！血を流せ！相手が泣いて、わめいて、命乞いをするまで相手をボコボコにしろ。でもって相手が命乞いをし始めたら、しょうがねえなって顔を一瞬見せて相手が安心したところを、銃で一発、眉間にドン。相手は死ぬ。そういう戦い方がしたいゴッドゴータンは、たくさんキャラ出しておきましょうか。なんかお相手ちょっと強くないか？これね、秒数あと20秒でゲームが終わるらしいんだけれども、これまでにね、お城の個数が相手より上回ってなかったら、僕負けちゃうんだよね。早くカウントしてほしいんだけれども、お城？まずい。ちょっと待って、やだ！ NPC なんて負けたくない！ NPC なんて負けたくない！はぁー！やだ！お城！ああ、終わってるわ。負けたら獲得したパーツを失ってしまうのが痛いですよね。討伐で入手したやつと、ガチャで入手したパーツを使って、新しいモンスターを作っていきたいと思いますね。あと、ハートが3つあるので、このハートを使ってパーツを作りましょう。今回やるのはね、そうだな、僕のね、キャラクター、炎属性が少ないんだよね。炎属性が少ないので、炎属性のキャラクターを作っていきたいなっていう風に思っているんだよね。だから、炎っぽい見た目で統一しようかな。炎といえば、これだろ。こいつをね、まず逆さにします。でもって反転して、こうしましょう。あとはサイズをでかくして、完成です。でもって、目ん玉を作っていきたい。カマキリの目？は、かっこいいじゃん。で、このカマキリの目を、いや、違うな。単眼にしよう、単眼。目ん玉をたくさんつけるんだ。丸い目ん玉でさ、無機質な感じで、あ、これかな。いいね。こいつをちょっと大きくして、反転させて、移動しよう。
め、もっと、もっとつけよう。キモくていいね。攻撃力アップの効果があるやつがいいな。いいね。攻撃力アップの尻尾があった。僕は尻尾を尻尾として使いません。お前は、こうしよっか。違うな。頭にこれだとなんか違う。こうして、こうして、トサカみたいにつけるか。後で色変えるからな。色変えてしまえば、あとはどうにでもなんだよ。攻撃力アップのやつがいいんだけど、これスライムの体があるんだけどね、スライムの体はどうも攻撃力っぽくないんだよな。いいね。ただこれじゃあ、まるで、防御系のモンスターだぞ。多分顔が良くなかった。あの顔だと、どう頑張ったってかっこよくはならん。もっと、正当に行こう。ひねくれて顔を逆さまにしたってかっこいいものが作れるわけがないんだよ。バカめ。だからドラゴンのやつやろ。ドラゴンはどう頑張ったってかっこよく。わかった。こうだ。こうだな。理論値最大みたいなパーツつけてやったんだけどさ。やっぱダメだな。攻撃力上昇っていうところをさ、その重きを置いてやるんだけど、無理だな。やっぱり。能力値だけ、能力値だけっていう風にこだわってモンスター作ったっていいのか言われるわけがない。もう、こんなんなっちゃった。どうしようみんな。こんなんなっちゃったよ。これが強いって言われても誰も信用できねえって。やっぱ先輩はこのスライムのやつだな。これ、攻撃力上昇 8% だから強いんだけど。でも見た目がやばすぎるわこれ。よろしくないね。変えよう、作り変えよう。作り変えたのがこちらだな。できた。理論値最大攻撃特化。スーパードラゴンスパイダーだ。雲です、こいつは。足の数が4つしかないけれども、一応雲のつもりで作りました。やっぱりこれだよな。モンスタークリエイトの醍醐味ってやつだよ。こいつは攻撃特化で炎属性でやってほしいので、炎属性で攻撃特化のやつが出るまで、ルーレット回し続けていきましょう。こんなもんかな。耐久は捨てちゃった。攻撃力特化だ。体力少し少なすぎるかな。まあ、いいでしょう。で、攻撃方法はね、攻撃力ってところで力の弾はどうかな？スキルは、攻撃力っぽいやつがいいな。突撃だな。お前の名前は今日から、待てよ、考えよう。毒蜘蛛ポイズンアガマだ。かっこいいね。お前の名前は今日から、毒蜘蛛ポイズンアガマだ。よろしくな！めっちゃかっこいいじゃないですか、あなた。いいね。では、対戦行こうか。フリーマッチで行こう。一人、早速やっていこうかな。では、こいつの火力、どんなもんか、解くとご覧あれってやつだな。やっていこう。バトル相手は、アラゲマルさんか。よろしくお願いしますね。今回作ったのは、超高火力、ポイズンとかで毒アガマだ。アガマっていうのは、トガリを意味する言葉だよ。なんとかアガマとかって言うでしょ？で、毒ポイズンアガマはね、こいつ L サイズだから、お城レベルを早いところ、大きくしていく必要があるんだよね。相手は僕よりも強い可能性もあるんだよ。フリーマッチだからね。ランクバトルとは違って、ランクが僕と同じ相手じゃないわけだ。もしかすると相手の方が僕よりも格上で、あっという間にやられてしまう可能性もある。なのでフリーマッチでは、ランクマッチ以上に、慎重に戦っていかないといけないんだよな。まあこっちはちゃんとレベルアップしているから、さっきまでよりは格段に強くなった。今の僕のレベルは4だ。じゃあちょっと、首長緑蛇で様子見だな。首長緑蛇よろしくお願いしますよ。かっこいいなお前。アップにすればするほどこいつのかっこよさがよくわかる。で、ついでにこの、やっぱでかいなあんた。こいつ本当に S サイズか？スモールサイズの割には普通のモンスターよりも大きい気がするんだが。おまけにコスト3とそこそこ安めなのも高ポイントだな。で、本能属性の攻撃力をアップさせるお城も入れておこう。こうすることによって、L サイズの僕がさっき作ったモンスターが、効果を発揮しやすくなるわけだからな。お相手さんもう終わりだよ。お城レベルが5になった。これによって L サイズのやつを出すことができるようになったわけなんだけれども。あ、なんかかっこいい。相手かっこいいな、お前。この頭のパーツ僕欲しいんだけど。あ、来た！いけ、毒アガマ。かっこよーい！かっこよーい！かっこよ！あ、強っ！やば！え、今の位置で来て全員死んだぞ。クソ強えな。やっぱりゴッドコータンの毒アガマは最強だな。体力はちょっと少ないけれども、モロハの剣ってところだな。なかなか良さげだ。あ、で、そこでちょっと兵士によってうちのお城がやられそうだな。ちょっと倒して、倒して。やばい、この兵士地味に強いんだよな。あ、毒アガマやられちゃった。次作るときは体力と火力を重点置きたいところだな。
でもって、ゴッドコータンの後ろ、あ、ゴッドコータンの L サイズのやつ、コータン1号が相手の後ろに攻撃してくれていますね。これは、いいですね。あ、まあ、ただ、戦わ、ちょっと、やめてください。やめろ。待って、やられる。やだ、こんなモブ風船にやられたくないぞ、僕は。お城の数がこっち2つだけど、相手4つか。厳しいな。なんつうか、お城をもう少し増やしていきたいところだ。さっき変なザゴにやられてしまったのが非常に痛いな。召喚。これを立てておこうか。で、僕の作っているこのコータエル。炎の攻撃によって相手を燃え尽くすことができるんだけれども、お相手さん体力多めのやつ出してんな。ノーマルタイプだし。多分お前体力多いんだろう、知らんけど。あ、やられちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って。惜しい。よし。危ない。倒してね。倒してね。やだぞ、僕。やられたくないもん、こんな。やめてください。あ、危ねえ。なんてことすんだ、お前。あ。運が悪いな。もう一回やろう。一試合目やっていこうかな。今回また運が良くコストアップのやつが出てきましたね。今回は作戦を変えてもう序盤からガンガン攻めていこうかな。キハダ、なんとかバシリ行こう。あ、なんか僕とセンスが同じようなやつがいるな。相手はね、なんだろうな。とりあえずいろいろくっつけてみました。どうですかみたいな雰囲気があるんだよ。僕のは違う。いろいろ考えてる。考えた上で作ってる。だから強い。ほら見ろ、キハダ陸走りが相手を眠らせたぞ。強いってのがすぐわかるな。でも相手はもう何もできないからな。ぐるぐるパンチやってるチュートリアルのゴリアがやってきました。うちのなんとか木走りはね、あのゴリラを元に作られているので、強いわけですよ。デザインが違う。センスが違う。僕の方が最強に強いんだからな。ただ、ちょっと体力的に問題だな。お前出せ。こいつは相手を吹っ飛ばすことができるから。窮地の時に出してあげれば、相手を後ろの方に吹っ飛ばして時間稼ぎをしてくれる。相手はもう死んだな。待て、よく見たらこいつ、足がすごい長い変な人みたいのがいるな。お前生きてたんだ。まあ死んだんだけれども。これでお相手のモンスターはもう一掃することができたので、ゴッドゴータン軍が相手に進行をする。相手は出すすべもなく負ける。そういうシナリオでいきましょうかな。ただ、お城壊すことができたので、このまま壊していきましょうか。L サイズにしたいところなんだけれども、もうするか、L サイズ。これで多分 L サイズのモンスターを出すことができるようになったはずだ。あとは L サイズのモンスターが出るまで待とう。お金を貯めつつな。よし、これでお城大きくなり、L サイズのモンスターを作ることができるようになったわけだ。で、こっち側のなんたらギア長が、バリア張って相手は仕留めしている。あ、まだ壊すなよ。まだ壊すなよ。あ、おいー、まだ壊すなって言ったじゃんかよ。くそー、僕のが強すぎるがあまり。今回は思考を変えよう。毒蜘蛛、ポイズンなんたらは、ミドルサイズとして作った。ミドルサイズとして召喚することにする。こうすることによって序盤からこのかっこいい見た目のやつを拝むことができるわけだな。もう序盤からどんどんね、モンスター召喚しまくろうか。こいつら出してしまえば相手も終わるからな。ほら見た？この一撃で相手のモンスター一撃で死んだぞ。赤ピクミンだな、多分。もう一回スキルが発動してしまえば、多分城が一発で壊れる。攻撃力にガン積みしているだけあるぜ。あ、ただ、ちょっと、まずいな、これ。体力が少ないから相手がモンスター出されると、ちょっと、やられちゃうんだよ。あ、いいね。もっと出そうぜ、ポイズンアガマ。やっぱこの2体最強だぜ。あ、ビーム出してる。まずいぞ。おー、でも倒すことができた。はい、もう終わったわ。攻撃力ガン積みのポイズンアガマによって、相手は死ぬ。やっぱ我ながらね、見た目と性能をうまく、組み合わすことができたなって思ってるんだよね。強いじゃん。ほら、もう、終わったわ、もう。ポイズンアガマさえ出しておけば、こいつらもう終わりだよ。はい、はい、勝った。はい、僕の勝ち。GG。お疲れサンバ。ゴッドコーターの勝ち。お疲れー。強ー！いいなぁ、自分で作ったモンスターが相手のモンスター蹴散らしてボコボコにする様はいつ見たって気分がいいや。ってことで、チャンネル登録と高評価よろしくね。バイバイ。フレンド送ってもいいよ。フレンドでやってきた人と僕戦ったりするから。たまにね。じゃあね、バイバイ。